こんにちは。こんにちは。前回は大法の実施の方針と規則について学習しましたね。今回はいよいよ大法の実施に入っていきます。いよいよですね。楽しみ。嬉しいですね。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。大法の実施は CF に大戦律を創作することだってね。今回の CF はこちらです。これに大戦律を作っていくってわけなんだね。それでは早速1小節目からやっていきますけど、1小節目だけはちょっと特殊なので一緒に確認してやっていきましょう。それで曲の冒頭は使える音程が限られていたの覚えてるかな。1度か5度か8度。おお、素晴らしい。よく覚えてるね。ということなんだよね。だからこのドに対しては下のドかソか上のド、この3つくらいからじゃあ考えてみようか。どの音にしたらいいんだろう。これは自由に選んでいいのかな。あ、これはね、自由に選んでも OK。 でも同じ音から始めるっていうのも、そうだね、一度で始めてしまうと後のところで破綻が起きてしまうから一度は使わないようにしましょう。だからソか1オクターブ上のドかどっちかにしましょうってことだね、うん、確かに CF が2小節目でファに上がるからそこですぐ困りそうだね。あ、もうすごい先のことまで考えてるね。そう、その通りなんですよ。ということは今回はドにしてみようかな。あ、いいね。じゃあドにしましょう。じゃあ書いてドですね。それで次2小節目なんですけども、ここからが本番というわけですね。本番。本番ですね。それで CF のファに対して考えられる音は何でしょうかっていうことですね。 CF がファの時の考えられる音っていうのはですね、大法で使われる音程っていうのがヒントになるわけ、ね、あ、そうだ、規則にあったね。そう、使われる音程って何度だったっけ。1、3、5、6、8。そう、その通りってことだね。その1、3、5、6、8度の音程っていうのがヒントになるわけです。なるほど。そうなると、そう、じゃあファに対して1、3、5、6、8度の音程といったら、下からいくと、うん、ファ、うん、ラ、うん、ド、うん、レ、うん、ファ、うん、その通りだね。ここで大法を解くときにね、いいやり方っていうのがあるから教えますね。それで今の候補の音をね、ちっちゃく書いておくわけ。こうやって下からファラドレファーっていう風に。あ、もう考えられる選択肢を先に書いておくんだ。そうそうそう、候補の音をね、まあファラドレファくらいまで書いておいて、そうするとこの中の音から選べばいいってことだから分かりやすくなるでしょ。なるほど。そうすると間違いが減りそうだ。そうそう、ってことだね。でこの中の音だったらどれでも使っていいわけじゃなくて、大法のいろいろな方針だとか規則っていうのがあったでしょ。それを元に考えていくことになるわけで、一個ずつ吟味していくよ。まず下のファはこれは使えるでしょうか。下のファは、うん、ダメ。ダメ。どうして。まず一度は冒頭か終結部しか使えないから。そう、その通りだね。ということでこのファは使えないってことになりますと。で順番に、じゃあラはどうでしょうか。ラは問題ないですね、うん、ラは特に金属に触れてないので OK ということですね。で次のドなんだけども、このドはね、前の小節と同じ音になっちゃうでしょ。大法では前の音と同じ音が続くってことはいけませんから、これはダメってことになっています。なるほど。さあ次の上のレはどうでしょうか。レは問題ないですね、うん、問題ない。じゃあ上のファはどうかな。ファは大丈夫。いや、CF がファだから、うん、平達になっちゃうのかな。連続かな。あ、連続になるのか。そうか、ドファだもんね。そうそうそう、どっちの声部もドファと言ってしまうと、これは連続8度ということになるんですね。これ金属でしたよね。なので使っちゃいけないってことなんです。気をつけないとね。そう、そうすると残ったのはラとレということになるね。なるほど。じゃあラかレかで選んでいけばいいわけだ。そう、で選ぶのはね、これどっちでも良いわけだね。うん、さあどっちにする。じゃあどうしようかな。ラにしようかな。お、ラにしてみようか、うん、じゃあラを書きましょう。さあこういう風にね、大法っていうの音を選んでいくわけなんだよね。面白いね。あ、面白いでしょ。そうそう、パズルみたいな感じなんだよね、うん、さあそれでは同じように3小節目の音も考えてみます。 CF がミですから、考えられる音はどうなるでしょうか。ミ、うん、ソ、し、うん、ド、み。そう、
ってことね、まあ、上の素くらいまで書いておきましょうか。もう一番下の実っていうのはもうないんだよね、うん、あ、そうそう、一番下の実は一度になってしまうから曲の途中は一切使えないということだったもんね。それ以外の音でじゃあ考えていきますけど、下の素はまずどうでしょうか。素は大丈夫、うん、じゃあしはしも大丈夫。大丈夫だね。ドはどうでしょうか。ドは大丈夫だけど、うん、その跳躍が連続して起きてるっていうことになるのかな。あ、鋭いね。その通り。ドラド。そうそうそう、その通り、うん、でね、これは金速ってほどでもないんだけども、ドラドって風にしてしまうと跳躍進行が2回連続することになるから、これは良くないってことなんだよね。あまり美しくないとされるわけ。そう、だからできるだけ避けましょうっていうことだね。なるほど。さあ、そしたら上のミはどうでしょう。ミは大丈夫ですね。うん、大丈夫だね。で、大丈夫なんだけど、これも同じようにドーラーミっていう動きをしてて、跳躍が連続しちゃうんで、まあできるだけ避けましょうっていうことかな。なるほど。じゃあ上のソはソも同じ理由で跳躍すると。で、跳躍するから良くないってことだね、うん、で、あとは前の音からラーソって風に7度で飛んでることになるでしょ。うん、7度で旋律が跳躍進行することは良くなかったってことで、こういう観点でもダメなわけだね。そうだった。そうそうそう、ってことなんだよ。というわけで残った音はソかシか。ソかシだけか。ソかシですね、うん、さあどっちの音にする。じゃあさっき下がったし、うん、ドーラときたからシに行ってみようかな。いいね。そうそう、そうやってなんか根拠をさ立てながら音を選んでいくの面白いよね。ここを選ぶのが面白いね。そうそう、ってことなんだよね。で、次はレだね。さあ、レの時は考えられる音はどうでしょうか。レの時は、うん、まあレは省くから、うん、ファーラ、うん、ドドを使える。あれ間違っちゃった。ドは七度だから使えないね。あ、ファーラシ、シか、うん、ファーラシレ、ファ。そうそうそう、まあ上のファくらいまで書いておきましょう、うん、ファラシレファっていう風にね書いておいて、さあこれから選んでいきますよ。まず下のファはどうでしょうか。ファはダメ。ダメ。これ実はルール説明の時に言ってなかったんだけども、増音程と減音程の進行っていうのは旋律の動きとしては使えないってことになってるんだよね。で、これもしファを書いてしまうとシからファに飛んでることになって、これはゾウヨドで動いてることになるから、これできないの。そうだよね。こうパッと見た感じでもう台本のことよく分かってなくても、音楽家の本能がこう NG を出すというか、ちょっとねメロディーでこう弾きにくい感じっていうかね。そうだよね。ちょっと不自然になると。というわけで台本でも減音程とゾウ音程っていうのはメロディーで出てくるのは良くないってことなんだよね。で、次はラですね。うん、ラもいや、ラも大、いや、ダメですね。連続連続5度。おお、さすがですね。そう、5度が2回続いてるんで、これを連続5度といって、連続5度は金速でしたよね。ですからダメなわけです。なるほど。なのでラは使えないってことだね。次はシですね。うん、シはいけそう。あ、前もシだから。そうそうそう、前の音と同音だからこれは使えないってことだね。さあ、上のレはどうでしょう。レは大丈夫ですね。レは大丈夫だね。上のファは、ファはこれも跳躍になるのか。あ、これもね、さっき下のファはダメだったじゃん。上のファもやっぱり弦5度になっちゃうから、これもいけないってこと。同じくダメなんだね。そうそうそう。というわけで残ったのはレですね。お、レがいいと思いますね、うん、さあ、こういうふうに1個しか決まらない時もあるんですね。こうなると楽ですね。あ、こうなると楽だよね。悩む必要がないというか。そうそう、そうなんだよ、うん、さて、5小節目ですけども、 CF がファだね。で、ここね、ポイントがあって、さっきからね、こう取れてる時に候補の音をさ、変えていってるじゃない。で、ファってさ、CF 前に1回出てきたことがあるでしょ。うん、2小節目に出てきてるね。そう、だったらそこにもう使える候補の音っていうのは書かれてるわけよ。確かに。そう、だからそれをまた映せばいいわけ、ね、うんうん、だからまあもう一回考える必要があるとか。そう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 、もう一回考える必要がないってことだね。うんうん、これがね、このやり方の便利なところなんだよね。ファラドレファですね。そうそう。で、一番下のファは一度だから使えないから、使えないと。まあ楽来から検討していくと、ラはまず使えるかな。
ファは大丈夫ですね。だね、大丈夫なんだけど、一応前からやっていくとシーレーラという風に省略進行が続くことになるから、まあ、できるだけ避けた方が良いっていうところかな。確かに。で次はドはどうでしょう。ドは大丈夫ですね。ドは全く問題ないね。それで次のレは、レは前と同じ音だからダメ。そう。じゃあ上のファは、ファは大丈夫じゃん。あ、これは連続8度になっちゃうからダメ。上のパートも下のパートもレファと言ってるんで、これを連続8度と言って、で連続8度は絶対にやっちゃいけない、禁則だったからね、だから、上のファはありえないってことですね。さあそうすると音何にしましょう。ドですね。ドになりますね。ということでここもドに決定しました。さあ次は CF がソですね。ソに対してはどんな音が考えられるでしょうか。ソは省くからシ、レ、ミ、ソ。そう、下からシレミソって風になるわけだね。さあそれも一個一個吟味していくと、まずシはどうでしょうか。シは大丈夫。じゃあ次のレは、レは、レは、レはダメですね。お、どうしてでしょう。連続5度ですね。そうそう、さすがだね。連続5度が起きてしまうのでレは使えませんと。じゃあミは、ミは大丈夫ですね。大丈夫だね。じゃあ上のソはどうでしょう。ソはこれは平達、お、平達になるんですよね。そうだね。平達8度。そう、その通りってことね。で、平達っていうのは同じ方向に進んである音程に達することでしたから、この場合は2つの声部が上に上がってソに達しているってことで平達8度になってしまうんですね。で、平達8度ももちろん禁則ですから上のソは使えないってことになるわけだね。さあそうするとシかミってことになるんだけども、どっちの音にしましょう。どっちに行ってもいいんですもんね。どちらもいいね。まあここではじゃあシに行ってみようかな。じゃあシにしましょう。さあ次は CF がファですね。もうファはおなじみだね。おなじみのファですね。そうそう、ファラドレファくらい変えておいて、じゃあ下のラはどうでしょうか。ラは大丈夫ですね。使えますね。じゃあドはどうかな。ドも大丈夫。ドも大丈夫ですね。じゃあレはどうでしょう。レは大丈夫だよね。レも大丈夫だね。さあじゃあ上のファは。ファも大丈夫。ファも大丈夫。ダメなんだねこれは。え、ダメなの。ファはね、選んでしまうと前のところからシーファって風に動いちゃうことになっちゃう。あ、そう、はい、言語度で跳躍してることになるからこれは良くないってことだね。なるほど。さあそうするとラドレから選べることになるね。ラドレだと結構選択肢があるね。そうだね。さあどれがいいでしょう。どうしようかな。そうだな、ラに行ってみようか。ラに行ってみる。いいね。じゃあラにしましょう。もう結構フィーリングっていうか適当だけどね。そうそう、こういうところはまあセンスっていう感じかな。センスか。それでね、次はじゃあ CF がミですね。ミの時は前の音書いてあるね。ありますね。ミソシドミソとか書いてあったからそれを移して、さあじゃあ音は何にしましょう。下のミは使えなくてソはどうでしょう。ソは大丈夫ですね。シは、シも大丈夫。じゃあ次のドは、ドは、ドも大丈夫。ドも大丈夫だね。上のミは、ミは大丈夫ですね。そうそう、反抗してるから OK ってことだね。一瞬迷ったけどね、ミミになるから。そうそう、ちょっとドキッとするけども、反抗してれば全く問題ない。これなら大丈夫ってことだね。そうそうそう。それね、大砲ではね、反抗での音の出会いっていうのはとっても優れてるってことになってるんだよね。で、平行の時は結構注意した方がいいかもっていう感じかな。なるほどね。じゃあ一番上のソはどうでしょう。ソは、ソは、あ、そうか、前がラだから、ラソって上がるのは7度の跳躍になっちゃうからダメ。そうそうそう、旋律がね、7度の跳躍になってしまうので上のソは選べないということになります。なるほど。さあそうすると何の音にしましょう。これまた選択肢が多いけれど、そうだな、あんまり飛びすぎるのも良くない
けど、うん、うーん、まあ、ドとか撮ってみようかな、ね、うんうん、ずっとこう順次進行してたし、うんうんうん、いいね。さあ、それでね、次のところポイントでして、最後の方に近づいてきてるでしょ。あと2小節ですね。あと2小節でね、そしたらね、最後の小節を先に考えてしまってもいいよ。それで最後の小節って音程に対して何か制限があったの覚えてる？うん、1度か8度しか使えない。そう、1度か8度のみ使えるってことなんですね。さあ、そうすると1度っていうのはね、実はこの場合使いづらいんだよね。ちょっと遠いよね。ちょっと遠いもんね。どう見ても遠いよね。そうそう、なかなかちょっとそこまではいけないって感じがするので、まあ、上の度に着地することになると思います。というわけで、一番最後の小節、先にCF の1オクターブ上のドを埋めてしまいましょう。なるほど、ここはもう決まっちゃうもんね。そうそう、でこういう風にするとね、その前の小節のヒントになるわけだね。逆算できるわけだ。そうそうそう。でそうしてみると、この CF がレの小節はどうしたら良いでしょうか。まず候補の音を書いてみようかな。レも前から出てきてるから、レ、ファ、ラ、シ、レ、ファ、うん、そのあたりまで書いておいて、さあどうするかというと、下のレは使えないもんね。使えないから、まずファ、ファは連続、連続、連続は起きてないか。起きてないか。ファはでもすごい下がるからあんま良くない気はするんだけど。そう、この瞬間は金属は起きてないように見えるね。ただ最後の小節も加味してみると、ドファドって風に旋律が跳躍するのが連続することになっちゃうね、うんうんうん、そうするとやっぱりファも金属ではないけど避けた方が良いってことになるわけだね。なるほど。さあ、じゃあラは、ラも同じようにドラドって3度で連続することになるよね、うん、そうでね、それよりも優先されるべきはラにしてしまうとね、平達5度になっちゃうんだよね。あ、なるほど、レラになるんだ。そうそうそう、で同じ方向に進んで、下方向に進んでレラの5度に達してしまうから、これがまず良くないってことね。絶対ダメっていうことですね。そう、ラは使えないってことだね、うん、じゃあシは、シは良さそうだね。あ、良さそうだね、うん、問題ない、okay ね、じゃあ上のレは、うん、レも OK？ あ、そうですね、一瞬 OK な感じがするよね、うん、ただ最後の小節を考えてみると、あ、最後がレドで、レドレドで連続8度になっちゃうんだ。そうそうそう、そういうことね。っていう風にするとレも消去できることだね。なるほど、これじゃあ最後の小節をやってなかった場合レに行っちゃう可能性もあるね。あ、そうそう、それでレを変えちゃって最後の小節に行って初めてミスに気づいてやり直すっていう手間を今省いたわけ。なるほど、そうそうそう、そういうことか。こういうやり方もあるってわけでね、うんうん、さあ上のファはどうでしょう。ファは、いや、ファもドファドっていう風に連続、あ、ヨド、あ、違う、ドファドっていうのも不自然だよね。あ、そうそう、跳躍が続くからまず不自然ってことだね。で、もう一個もっと優先されるべき、あ、そっか、最後、CF がレドでファドにしちゃうと平達で下がって8度になると。そうそうそう、平達8度が起きてしまうので最後の小節でね。だからこれはファは選べないってことになります。なるほど、やっぱり最後の小節をよく見るっていうのが大事だ。そうだね、そうそう、そうすると残った音は、そうすると残った音は C しかないね。そう、というわけでここは C に決定と、ね、これで完成か。さあ、やっと課題が解き終わりましたけども、どうだった？すっごい面白かったです。あ、面白かった。あ、よかった。それはいや、何が面白いかで、うんうん、まずそんなに難しくないっていうこと。あ、そうだね、僕なんかが難しいとか言っちゃあれかもしれないけれど、うん、でも前の動画でやった基礎と金則、うんうん、そういったものをちゃんと整理するとあんまり間違いようがないのかなっていうふうに、ちゃんと気づけば間違えないっていうのかな、うんうんうん、それがあるのが分かりやすい。そうだね、前に覚えた基則とこう照らし合わせながら解いていくっていうのが、まあ、頭使ってね、面白いよね。なんか前の動画で、うんうん、その大砲を学ぶときに30ページのその教科書っていうのがあったんだっけ、うん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 、それを聞くと大砲って難しいっていうイメージがあったんだけど、うん、蓋を開けてみると意外とまずシンプルに学べたから、うんうん、これなら自分にもできるかもって思ったのと、うんうん、あとはやっぱり音を選べるっていうのが自由度があるっていうのかな、うんうん、それがある種ね、ゲームっていうか面白いっていうかね。あ、
そうだね、そうそう、ということだね。というわけで、ここで今日のワンポイントアドバイス。大砲を勉強し始めるときは、まずはゲームだと思ってやってみてください。ゲーム、やっぱりゲームなんだ。ゲーム、そうそう、ゲームなんだよね。ゲーム好きでしょ。ゲーム大好きですね。そうで、ね、ゲームだと思って大砲やってくれたら楽しめると思うのよ。それでね、大砲を勉強し始めるときにあまり好ましくない心構えっていうのかな、やってほしくない捉え方っていうのがあってね、それはね、やたらとすぐ応用したがるっていうのはあまり最初のうちは良くないかもしれない、うん、それで大砲を学びたいって考えてる人の中には、例えばベートーベンみたいな曲を書きたいだとか、バッハみたいな曲を書きたいって思いで大砲に興味を持っていただいてるって、そういう人もいると思うんです。最初の出発点としてはそれでいいかもしれないけども、勉強し始めたらしばらく実践のことは忘れましょう。これがとってもいいことなんですね。それでね、今日勉強した大砲っていうのは二世全音符大砲というふうに言ってね、大砲の中で最も入門的内容で、これができてからやっと本格的な勉強に入っていくっていうような内容なんだよね。だからまだまだやれることっていうのは限られてるわけ。この状態だと実践に応用するのっていうのはまだまだ難しいところがあってね。なので今日やった内容の知識をもとに、ショパンの大砲だとかベートーベンの大砲だとかっていうのを適用しようとしちゃうと、ちょっと破綻が起きちゃうかもしれない。だからそういう実践的な観点っていうのは、もっともっと大砲の勉強を進んでからでいいと思う。なので今はとにかくゲームみたいにですね、今日やったみたいに音を一個一個消去法で選んで、何と何が残ったな、じゃあこっちにしてみようかなって感じで選んでいく、そういうゲームを楽しむような感じでやってくれたらなっていうふうに思いますね。もうある種の遊びってことだよね。遊びだね。本当にゲームみたいに自分に報酬を用意してもいいしね。確かに大砲ゲームっていうと全然敷居がね変わるよね。あ、そうだね。大砲って聞くと難しい感じがするかもしれませんけど、勉強勉強ってね、そうそうそう、ゲームですからね。ゲームです。楽しいのがゲームだからね。そうそうそう、っていうことなんだよね。それでね、今回の大砲の課題完成したんだけども、実はね、修正しないといけないとこがある。え、どうして？そうで、金属は起きてないんだけども、これはね、メロディーがあんまり美しくないっていうわけでね。実際にメロディーちょっと聞いてみましょう。で、今聞いてみてどうだった？いや、花がないですね。花がない。なるほど、そうだね。その花がない原因はどこにあるのかってことなんですね。そうだ、うん、あんまり動いてない。あ、いいね、いい。同じところでこう蛇みたいにぐにゃ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 してるっていう。そうそう。それでその原因となってるのが、一つは音域なんですよ。これ最高音がレで、最低音がラだよね。ラとレの間でしかメロディー動いてないってことになるわけ。ラシドレ4つの音しか使ってない。そうそう、これはやっちゃいましたね。そうそう、だからとっても平坦な感じがするというのと、あとはね、それとも関連して、同じ音が何回も出てくると。この課題さ、ドが何回も出てくると思わない？本当だ、1、2、3、4回もド出てきてますね。そう、これはあまり良くないってことなんだよね。繰り返しが出てくるのはあまり良くないってこと。なるほど、どんだけドが好きなんだっていう。そうそう、ってことになってるでしょ。なのでこれも良くない。というわけで、次回はこの課題のメロディーをより美しく修正しようと思います。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。